ナスが温泉とか入ってきます。リラックスしちゃった。もう一回最初から、はい、クロックアッププレゼンツ、耳垢じゃないよ耳垢だよのラジオは、せーの、耳アジ。クロックアッププレゼンツ耳ラジ、クロックアップの池田かなめです。パーソナリティの杉原まつりです。そして引き続きゲストは声優のあいのまこです。はい、よろしくお願いします。など2本立てでございます。またちょっと緊張し始めてさっきまで導入はそうです。だってもう切り替わるわ。すごいバカず踏んでるじゃないですか。いや私バカずなんて関係ないですよね、やっぱりね。私も初めのうちは言われました、やっぱバカずだよとか経験だよって分かりましたって言ってて、うん、ダメダメその性格一生緊張するし一生治んないですよこんなもんは。後輩に相談されても無理だよ一生。あ、緊張され、緊張するんですけどどうしたらいいですか。いや無理だよ一生だよそれって付きまとうかうちもだし、無理だってそのテンションで来る。はい、もう希望なんて与えない、本当に。あ、大丈夫だよなんて言えないなって言って、しかも君よりうち緊張してるよって言ってって言いますね。はい、ということでね、はいはい、なんだろう、あやね、まこさんの後輩の方は、ね、気をつけろ、私にそれを相談すると あんまり相談しても役に立たない。日本撮りなので、はい、はい、なんか面白そうな、そんな投げ方します。大速球。はい、なんかありますか、最近あったこととか面白い何か。最近面白いことというか、ついさっき面白いことあったんじゃないですか。さっきまっまこちんと、うん、次のなんていうの、そう、1本目と2本目の間ね、間お茶買いに行こうと思って外出ようと思って、扉、ガラス扉があって、はいはいはい、開けてて、で、はい、まあ開けててあげてたんだけど、はいはい、ちょっと手が短いから、はいはい、途中で手を離したのね、はいはい、パッて見たら、見て今挟まってるからってギュッピーって、マコチンが綺麗に肩と肩がもう扉に挟まってて半分ぐらいやってこんな、しかもギュッピーって立てなくなるぐらい笑って見て挟まってる今あやさんなんですよ、自分で開けようともしなかったの。そう、いけるギュッピーって、あ、いけなかったなんだろう、自動ドアに挟まってるみたいな構図だったよ、ね、綺麗に横からもうパキッてあんな綺麗に挟まってる人見たことなかった見て見てそんな感じでお送りしております。はい、はい、まあ、1本目と2本目でその面白い事件がありました、ね、新事件がありました。はい、まあ、生きていたらそういう面白いこともありますね。ありますよもう2、3度挟まれる自信がある手で、己の手で押していけ、あっダメだ見てっつなんで見せびらかっちゃったんですか。挟まってるの面白いからね、しょうがないよねそろそろクランクアップさんの新作情報も追加されてるのかな。そうですね、ぶっちゃけ3週先のことなんで分かんねえよ明日のことも分かんない。そうそうそうだってもう、だってあれよ、メイドものがいつ発売されるか僕聞かされてないんだから、ね、それは誰の采配になるの全身タイツマン金かな。ああなるほど、僕何も聞かされてないから分かんない。教えてくれで、大体発売されてから、あ、発売したからって言われて、あ、そうっすかそういう感じなんだ、ね、まあそうっすか。だから僕はあくまで作るまで、あその先はもう販売タイミングは任せます、ね、下手したらユーザーの方が先に知ってることがあることもあって、出てる、出てるか、なんかもうあれ並んでんじゃんもうで、後から僕はユーザーさんからそれ聞いて、なんかあれもう売ってるらしいっすよって、あれ言ってなかったっけって言われて、ああそうか、あそうか、うん、じゃあツイッターとかでつぶやきました、あまだって言われて、ああそうっすか。ツイッターは兄貴なんですか、クロックアップ。いや基本的には僕はあんま更新しないです、ラジオの時だけっすね。ああそうなんですね。ちょっと担当役割分担が結構はっきりされてる、うん、僕がいろいろそのクロックアップの日常とか書いていいっすかって言ったら、あくまで企業のツイッターだから、うん、あんま変なこと書かないでって言われたんで、万が一爽やかニュースになってますもんね企業がやっぱ、だから僕が例えば、うん、クロカップ今日こんなことがありましたって書いちゃダメって。あなるほどね、あくまで企業、まあそれら辺は兄貴はちゃんと分かってそうですけど、変なやっべえなってことは、僕はもうあくまで知り合いの面白ツイートとかをリツイートしたりとか、うん、
ポポテトカッターとかそう、それもさっき立てなくなるぐらい笑ったんですよ。さっき大室に兄貴がこのアマゾンのレビュー見、レビューじゃないか、あ、商品説明見て、商品説明見せてくださいっつって、あ、知り合いのツイートしたやつをリツイートして面白いこれと、何のご変換なのか分かんない。ポテトカッターなんだよね。そうそうそう、あのフライドポテト、要するにあのポテトを入れてギュッてやるとその細い状態になって出てくるんで、なぜかあの商品説明のところにはポテトカッターって何だ、外国の製品なんですかね。外国の製品ですね。なるほど、ちょっと怖いっすよね。もうど、何をご変換したのか。ご変換じゃないかもしれない、実際。わざと、本当にそこをカットするのかもしれない。だからそのスティックをそういう状態にしてしまうのか、もしくは切ったらそういう形になって出てくるのか。痛い。レビューで試してみます。こないけど痛い。何が痛いんだじゃ。今のところめっちゃピーとか入ってますけど。はい、という感じですかね。そうですね、まあ、続いてもう先はい先行っちゃいましょう。というわけで耳の穴も舌の穴も濡れ濡れな約30分間、耳あか取ってあげよっか。元気だ。クロックアッププレゼンツ、耳あかじゃないよ耳山だよ、クロックアップ ASMR コンテンツのラジオは耳ラジ。この番組はクロックアップの提供でお送りします。あの鼓膜までずっと行く回改めましてクロックアップの池田かなめです。杉原まつりです。そしてゲストのあいのまこです。というわけでまずはこちらのコーナー、ふつおた。このコーナーは番組に寄せられたお便りメールを紹介しつつまったりトークするコーナーです。イエイエイ、はい、クロックアップの音声作品もラインナップが充実してまいりましたので、うん、せっかくなので星ラジ企画で ASMR 作品作ってみたいですね。だって B さんが、杉原さんと彩音さんのカップリングでゆりものとか、うん、ここはまだわかる、ここはまだわかる、うん、兄貴と D 様のカップリングで BL とか、お、うん、どういうこと。あの一つ言っていいですかね、はい、どっちも声優じゃない。いや頑張ればいけない、いけるいける、逆に生っぽくなるかもしれない、うん、生、ね、生っぽいのが欲しい、ね、生っぽいのが、え、いやいやいや、こうとかじゃなくて ね、こうと、ね、だってほら爆発してて、兄貴もディーン様もね、うん、ほら、はい、歴戦の声優の演技を見聞きしてるから、してるからもうできるはず。言えばその集合体みたいなもんですから。そう、じゃあ、じゃあ何ですか、はい、100m 走る、すごい速度で走る人を見たら走れるようになるんですか。走れるようになるから。走れるようになるんです。なんか通信教育みたいなもんじゃん。スピードラーニングみたいな、すごい、もう無責任代表みたいな感じで2人してる。いけるいける行けっから行けっからって、行けっから行けっからやってみようやってみよう、ダメだった時は知らんよって。急に手離すから、あーちょっとねって。え、できない本当にって、どうかと思ってたんだよね。うわやだやつって。どうですかね。じゃあ どういう内容にするんですか。あー D 様のジョイスティックこんなになってます。いやーやだー。演技ディレクションものだよね。あのだからあれですよね、あのここにあのアーケードコントローラーを置いて、ゲーセンコントローラーを置いて、ほらジョイスティックもこんなに、はい、こんなになってますよ。やだ、そう、手つきをもう見えないのがもったいないぐらいの手つきを、玉もツルツルで。やだ。あして、あのゲーセンのこうスティックを先についてる。1個しかないじゃないの。ボタンこすりながら、ここがここがいいのかボタンねんでしょ。まあでもそれでもいいですね、なんかシチュエーション CD というか。笑うが。それで1時間持ちます。でそしたらあの D 様の方も、いや僕だって負けないですよ。ガタ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 。あ、それ要するに、まあ、ゲームをゲーム配信してるだけです、対戦でしてるだけの音声を、そうそうそう、ただいやらしくちょっと言ってる、いいですね、いいですね、それもちょっとセクシーにちょっと行きたい。なんか、ね、自分で作ったまた音を入れてカチャ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 って、なんかちょっとコンボしてるような感じで、カチャ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 、誰がビール飲んでるやつは。ちょっと何だ、ほら入る、まだ入る、おっきいよ。うやさん、ニッチな班はね、誰が飛びついて、聞いてる、売れるかもしれないね、本当に、ね、責任大事。杉原さんと彩音さんのカップリングでユリモノとかってどうなんですか。私は娘ですか、受けですか、どうしよう、どっちにする、どっち、どっちもいけますよ、多分お互い。私も結構どっちもいける、ね、どっちもいけると思うんですよ、多分。じゃあもう、ね、あれしよう、A 面 B 面、 A 面 B 面、 B 面でさ、一ドラ、私が一ドラ
と2トラックって言ったのに A 面 B 面ってもう通用しないですから。ガチャガチャなのよって。カセットテープですよ。せめてあのレコードとかそういうのにさ。いやもう1トラック2トラックで講師を変えよう。そうですね、うん、セリフ全く一緒だとしょうもないんですかね、そういうのはね。でも攻め方が違えばさ。そうですよ、攻め方が違えば、ね、セリフは2人とも同じなんだけれども、うん、そのやり方が違うっていう住、ね、人トイレ。え、まつりさんってこういう感じなんだ。なんでちょっと見せてくれ、見せてくれ、上手な感じ。見せてくれんじゃんこの野郎。見せてくれんじゃんの実はあの魅力の実っていうことしかもそれ自分が受けてる側の気持ちモノローグで。また私、おい、ワンのうち初任給は安い。じゃあそれをやめてよ。もう挟まりがち。ドア挟まるのも一本入れましょうよ。まずね。ほらもう挟まって動けないね。壁尻ならぬドア尻。挟まって動けないところをこういろいろいたずらされる。ほら見てギプシッ。多分ね、杉原さん笑っちゃうんじゃないか。もうそれ以上もう何かを持つ手も震える。バイブじゃなくて手が震えてる。あ、もう振動スイッチ入れたいのに揺れてるみたいな。そうなっちゃうでしょ。じゃあ普通歌をご紹介してまいります。普通歌いきたいと思います。はい、わさび麺さんがいただきました。ありがとうございます。兄貴、まつり姉さん、ゲストのまこさん、にみらじま、にみらじま、自分の今後え？ちょっと手文字がね霞んで見える。老衰だな。老衰しんどるな。老眼だな。老衰はしんどるのよ。老衰はダメなのよ。今月は自分の中で推しガチャのピックアップが多く、ガチャを回したのですが全然引けず、久しぶりに数万課金でようやく引けました。あ、課金しちゃったか。すごい、ね、数万、うん、そして今は新しいイベントが始まったのですが、推しではないのでキャラのピックアップで無料編10連をやったら1回であっさり引けるという典型的な物欲センサーでした。ああ、なるほどね、うん、欲しくないキャラほど当たる。そうね。他にも某モンスターを狩るゲームでは欲しい宝玉が出ず、手伝ってくれた友人たちが宝玉をゲットするという物欲センサーに今月は苦しめられました。あるある。皆様は最近物欲センサーに苦しめられていますか？センサーにはどのように戦うかのアドバイスをお願いします。あ、物欲センサーっていうか、うん、あの今あの勝手に定期購入で宝くじを買っておるんです。ああ、いいじゃないですか。はいはい、いくら当たりました？まあ、まあ、当たらんな。この間マクチンすーげー大金当たってた。 100?5 億1000円じゃん。私は定期で買ってないですよ、うん、で1000円当たりました。1000円当たりました。そうで8割ちょうだいっつって、高みっつって800円持ってかれるの。え、どっちですか？5の方ですか、6の方ですか？ 6? あ、両方買ってます。初め6買ってて、すげえくじ吉じゃん、まだ欲しいなと思って。6だけじゃ足りねえだと。一口ずつしか買ってないので。ああ、なるほど。それ高いから、そのもう全部買うと。買う時って どうやって買ってます？引き落とされる形、勝手に。え、クイックピックですか、選ぶ？あ、そうです、そうです。あ、もう本当に運を天に任せるスタイルだ。へえ。自分で選んじゃうと一桁違いだ時に自分を責めるじゃないですか。そこまで見ないよ。私のバカってなの嫌で、もう人を責めたいなって、どっちかってどっち。コンピューターだからね、しかもクイックピックだったらね。何がバカっていうのが。まあ当たらないですよね。僕もなんかあの、ね、何ヶ月か続けてるけど1回1000円が当たったとか、そんなに。いや、私も本当にそれぐらいで、ね。でもどうしよう、5億当たったら。でもあれじゃん、やばいかもしれない。6って5億当たるっけ。何億？あ、確か最大2億でキャリーオーバーが発生すると、うん、でも2億でもですよ。どうしよう、絶対言わないね。人に。でもあれ確かクレカ引き落としにされてると、クレカ会社を経由するから結構漏れるって、はい、うん、漏れちゃう、私が漏れちゃう。だから別に漏れたところで、漏れたとてね、めっちゃ多分、うん、親戚増えるんでしょうね。親戚増えるか、ちょっと猫がすごい食うに困ってて、ちょっと猫の話はダメよ。猫か、え、でもってこの子にやってって来たらもう、うん、猫連れてくる、ごめんな。1億ぐらいあればって、全国の困ってる。1億って結構欲しいの。全国の困ってる猫ちゃんが温かいお家で暮らせるんですってにゃっつって。いや、でも1億無理よ。ね、暖かいお家で暮らせるんですってもらっといて、暖かいお家で暮らすのは人間の方だから。やつらね。なんか連れてきた猫は飼ってあげようって思いますね。じゃあその子だ、まあね、待ってって。数億あればね。数億。
2億2億の猫2億出して買うのここで買わねえよって言ってもなと思ったらね、猫好きを歌ってだったらもう1億出してアレルギー直した方がいいよ。治るの1億出したら体質的になんか無理やり直す方法とかあるんじゃない。ちょっとずつアレルギー体質のと食べたらいいって猫だから毎日猫にちょっとずつ触れ合える時間を作ればいいですよね。ちょっとずつそのやっぱまずは1本2本つって毛を最終的に1体つってなんか1匹治った治ったっ舌下免疫療法だよね。確かね、生卵を食うみたいな感覚ですよね。卵アレルギーは同じ原理かなって花粉じゃないんだから宝くじの話は物欲は物欲センサーね、うん、あれ心を無にするといいね。でもなんかネットで見てたら、うん、定期的にその広告戻ってくるじゃないですか。おめえこれ欲しかったよなっていう感じで私毎回引っかかってしまいます、ね、あそういえばって言って欲しかった私買っちゃう買う、うん、で出ない出ないね、打ち勝つ方法はないということでいいですかね。勝ちまえ。まあ、 単純にもう本当にガチャを引かない。もうそこまで言ったら、うん、やんない。ガチャで数万はなんか、まあ、価値観の違いなんでしょうけど、うん、まあそれに価値があると思う人だったらやればいい、まあ、でも後悔してるわけだから、うん、数万ね。データに数万いやきついですよ。じゃあ祭りに数万課金してくれ。いやそしてあれにも数億なんで浮かされてきてる。はめ上ったな。買っとうとするしかもマウント取られて私奥だから、まあ、もしくはクロックアップの音声作品を数万、数万買ってください。あめっちゃ綺麗な形で買いましたね今ね。数万買ってください。私たちなんて私利私欲のためだもう現金が直で欲しいみたいな愛者精神に物言わせてじゃあ次のメールお願いします、はい、次のメールいきます。めでたしめでたし、はい、ハンドルネーム、A is やべアットさんからいただきました。ありがとうございます。もうすぐゴールデンウィークですって任務完了させなきゃっていう名前なんですけど、はい、この配信の頃にはゴールデンウィークは終わっておりまーす。終わっておりまーす。はい、見たかった映画も延期されました。楽しみありがとうございます。はい、皆さんこちらじわーと。さてゲストさんがいるかもわからないし、各種配信で世の中どうなってるかも予想しにくいのですが、そうですね、はい、桃園さんの名前が出てたので自分の記憶をたどってみると、うん、エロ漫画の発売と同時に、うんうん、あの人が抜けて、あの人って誰だ、あの人って誰だ、エイズマさん、エイズマさん、エイズマケイリンさんが抜けて、でコタンちゃんが、あ違う、あエイズマケイリンさんが抜けて、そう、星香さんが入ってきたんじゃないかな。エイズマさんと確か一時期、あでも時期同じか、時期同じか、うん、はい、その頃にゲストで来られたと、うん、はい、クロアップさんのホームページでエロ漫画の発売日が2014年の年末で、あ2014年、うわ、年をまたいだ2015年の年始で、候補生 ABC さんが登場する前、うん、そんな人がいたね、はい、うん、もう6年前ですって。しびれる。まあ、もしよろしければ桃園さんがゲストに来てくれるのを期待しています、うん、それではと。なるほどね、まあ、その落ち込みじゃないですか、多分、うん、そうですね、僕らそのあまりにも先のことすぎて何も言えないんですよね、伝えておきましょうね、じゃあ呼んでみますとも言えないし希望、一応希望は伝えておきます言わなきゃね、叶わないから。そうか、2014年ですって、ね、2014年って最近みたいな気持ちになるよね。一昨日ぐらいだったことだ、全然6年前よ。6年前って言ったらだってあれですよ、小学校1年生が卒業してしまうよ。うわ、まあ、もしくはホギャーが小学1年生ですよ。そうですよ、あー、よそのこの成長早いねってねあーすげーなー、6年か、6年ですよ。6年前って、はい、6年前最近でしょ。最近だし、やってること今と変わらないですよ6年前から会えないますからね6年前って何してました。僕6年前は何やったの、だから今が 46? 僕はへぇー、じゃあ40成り立てですよね。何やったら分かんないや、20じゃなくて40年だって。それこそ言ってしまえばエロ漫画ですよ違うなそれこそエロ漫画発売直後ですよ僕まだ、もうそっかそうもうすでに、うん、活躍をされていた。ああ、なるほど。だって星ラジやったのって、だって僕はあれですよ、あれなんだっけ、トライスターズっていう作品をやった時、あれの頃ってだって何年、2000何年4年とか、2004年、2004年、2006年、2004年ってことはないと思いますよ。高校生一人できちゃう。いやだって僕クロックアップ入ってからもうそれぐらいいる。
あで入社したの何年ですか。僕はあれ30歳の時だったから。あ今46でしょ。ちょうど16です。ちょうど違う。ちょうどってなって、その頃ホギャーがいたら今高1ですよ。思春期ですよ。いや本当に一番難しい時期、ね、どうさんやっつ、何を選んだ、誰が食わしてると思ってんだ、誰が食わしてると思ってんだっつって、バカタレ。2008年ですって。12年前、僕が11が生まれる。クロックアップに入って初めて手掛けたタイトルが2006年だ。2006年、センチネルっていう作品ですね。うん、あ怖時の流れ、残酷だな。1年なんて、だって最近は私お正月でしたよ。そうだよ ねもうゴールデンウィークだよ。しんどい。もう3分の1終わってる。どうしたらいいの。だってもうすでに6月とかになったらもう半分終わったねっていう話になるでしょ、うん、はい、だってもう4月だからもう1年のうち3分の1終わりました。もう無理だってばよ。だってばよ。もう忍者よ。忍びよ今のは。なんか分身しそう。影がね分身しちゃって。ですよ。特にねここの今年とか去年とかはコロナの影響でね、どこにも行けないから。なんかねその時間の経過もなんかちょっとおかしい気がするんで、うん、なんか節目節目でみんなと会ったり飲んだりはしてたので、うんうん、ね、そのお花見で会ったりとか忘年会新年会っていうのがやっぱないから、ぬる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 って、そうなんか気がついたら時間過ぎてるみたいな。いや本当に、うん、でこの2年はもうなかったんで多分まだ44ですよ、うん、今年の正月、あ正月じゃ、うん、ゴールデンウィークはさすがに1回ぐらいちょっと実家帰っておこうかなと、はいはい、最近ちょっと帰れなかったし、うん、と思ったら緊急事態です、うん、そうですね、ちょっとね万が一というか万が一よりも高い可能性かもしれないですね。でもすごいね、この映画見に行くぞって決めてたのが延期ですよ、ね、あやってられんな。閃光のハサウェイとかすげー見に行きたかった。そうですよね。そういえばツイッターで流れてきた。残念だ、ま、いつぐらいにまたなるのかしら。それと5月の20何日に延期。あ、大変だ。まあ、インド株入ってきたんでしょ。実際その20何日もね、終わる、そこまでに終わるのかどうかよく分かんないじゃないですか。だってもうあれですよ、歌舞伎町とか自粛する気がないですからね。そうそう、でもこのラジオが流れる頃にはもしかしたら終わってるかもしれない。ね、17日ですからね。そう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 、一応11日って言ってますからね、うん、僕ら撮ってるのこれ1本目と同じ日ですから、まあ4月27日ですからね、うん、もしかしたら終わってるかもしれない、うん、はい、はい、だからもしかしたら、もし終わってるんだったら、こいつはラジオでよくわかんないこと言ってんな。つって笑っていただければいいかなって思います。はい、笑い話になるといいな。はい、以上、ふつおたのコーナーでした。続いてはこちら。お試し ASMR 体験会。このコーナーはリスナーの皆様からいただいたお題、セリフをバイノーラルマイクを使って読んじゃおう。ただし誰が読むかは神のみぞ知るというコーナーです。はい、ということでね、いつも通り全く中身が見えないように加工された3つのものがございます。ございますので、はい、でまずじゃんけんで、はい、読む順番を決めます。はい、やる順番をね、はい、でやる順番を決めて、はい、その1番を取った人から選べます。はい、消しただこれ何がどれかは分かんないので、ね、先に引いたからといって別にいいものがね、いいものが取れるとは限らない。ものが取れるとは限りません。本当に読ましてくんねんだなって思ってます私は、はい、そんな仕込みやるわけないじゃん。本当なんだなって思ってガチガチのガチじゃあそんなぬるい番組じゃないよ、ね、しゃごい、うん、いいやつこい。じゃんけんしましょう。じゃんけんはグー、じゃんけんぽい、私が勝ったぞ。最初はグー、じゃんけんぽい、勝った。関係ないじゃん、関係ないじゃん。まこち何番、 1,2,3 から選んでください。え、どうない2、つまんない女でしょ、まあ、ゲスト。いや私は方針的ですよ。ゲストだったら掃除で生きてきたんですから、お知らせに爪痕残していくべきじゃないですか。なるよなるよ、こういった意味で爪痕残る。あいつは保守的だなってどうしようもねえなっていう。いや僕1番。はい、あの鳥は嫌だ。くっそー。じゃあまこちんじゃない、兄貴から選んでください。どれがよろしいかしら。ピピピピピピピ。めっちゃ止めるじゃん。でもちょっと嫌な予感するじゃんこれ。え、どない。それでは、まずとりあえず、まあ、じゃあ開けてみて、おのおの確認してみましょう。中の内容は言っちゃダメよと。交換 OK、 交換 OK、 交換はダメでしょ。あー、ごめん、マジごめん。なるほどね。
わかり申した、わかり申した。どうした、震えるなと思って震えるマコ、つむんだ、すごいつむみました。よくできたもんだな、私も大人だったもんトトすぎね、いやバブレット落ちた。僕もちょっとね、もう本当ごめんなって気持ちで今いっぱいです。なあ、それではマイクは、かね、そうですね、私たちはお外に出るので、ちょっとというわけで兄貴よろしく、はい、はい、それでは皆様、はい、収録を終えましたので、はいはい、ここからは視聴タイムです。イエーイ、どんどんどんパフパフパフ。じゃあまずは兄貴から、はい、兄貴の ASMR から、はい、はい、どうぞどうぞ。はい、ハンドルネーム明智キリンさんからいただきました。ありがとうございます。多分これあやねさん宛てだったと思うんだよな。はい、ごめんなさい、とりあえずね読みます。もうすっかり春だね。天気も良くてあったかいし、デートしよっか。ほら手出して。もう照れないの、赤くなって可愛いんだから大好きだよ。はい、うん、うん、なんか申し訳ないよね、 ごめんねっていう。だって多分これ絶対あれでしょ。そう、あ、そう、あれ、待って、あやねさん、なんてことしてくれたんだ。ちょっと怪我された感あるよね。そう、キンクやんけって思って、うん、でもちゃんとちゃんと頑張って読んだよ。ありがとうございます。ごめんねっていう気持ちを込めて読んだよ報われてで、文章かわいい、うん、ね、かわいいね。絶対ね、はい、あやねさん想定して書いてるでしょ。そうね、そうなのかな、そうなのかな。だから残念残念でした、女のおじさんでした。最高、やめてあげてよちょっとお清めした方がいいんじゃないかな。なんだ、お清め、まあ、ちょっと後で、まあ、後で、ね、ちょっと考えて、ね、じゃあ一行してみましょう。とりあえずね、とりあえずじゃあ続いても、はい、ここで聞くのやめてるかもしれないけど、ね、うん、ふざけんなふざけんなつらそうかわいそう。はい、じゃあ続きまして、まこちんの、はい、まこちんはね、非語隠語は言えるけどね。そう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 、恥ずかしいね。こういうことはね、恥ずかしがるのよね。そうそうそう、やだやだって恥ずかしい、子供は大丈夫なのにって。というわけで、まこちんの ASMR です、どうぞ。 IH セペケさんからです。このウインナー太くて美味しいでしょ。暑いからやけどしないようにゆっくり食べようね。ねえねえ、今度はこの大きいキノコを中に入れてもいいかな。よーし、中に入れちゃうぞ。うん、太かった、うん、なんか別に太くなかったですよ大したもんじゃねえなって思いながらまあ、ポ、ね、ポークビッツってもやる。ねえ、熱くもねえってもやる。ねえ、あの、キノコっつってもこれ、あの、しめじの一本だけど。ね、えのきかなって。やめなさい、やめなさいよ。いやいや、細いじゃない。やめなさい。細いけど長いじゃん。おおっつって。平竹かもしれない。平竹。うん、個性。個性やめなさい。エリンギかもしれない。やめなさいよ。エリンギ行こうっつって。やめなさい。はい、じゃあ、はい、じゃあじゃないんだよっていうコメントがなかなかしづらいね。はい、まあ、 あの、うん、ちょっといいんじゃないですか、少年の心って感じで。そうですね、まあ、鍋の話をしてるだけですからね。そうですね、まあ、そうね、これ別に卑猥な話をしてるわけ、そんな話はしていない、うん、鍋が美味しいねっつって、はい、じゃあラストです。私の ASMR です、どうぞ。ハンドルネーム冷やし中華を始めてる味田さんからいただきました。今日から外でお酒飲めないんだっけ？だったら、うち来る？まあ、うん、はい、ほら、時事ネタ、時事ネタ、そうですね、まあ、もうこれが放送される頃には開けちゃってるかもしれない。開けたんですね。で、まつりさんでお酒ちょっと似合いそうな感じがしましたね。いい女の子、うち来る？行こうベロベロになって帰れっつって、なんで帰れませんよ、こんな時間から。どうなりそうですか。そっちも自己責任ですよ。
どういう話の展開立ち悪いベロベロ野橋さんそっちじゃないですか。でもしょうがないでしょ、分かったでしょ、うち呼んだってことは。立ち悪いなんで自分は大丈夫だと思ったんですって。まつりさんベロベロなんじゃないか、こっちもベロベロなんですよ。もう一本もう一本つって帰れーって、ありません全乱の状態でポイってそこで開けて開けて寒い寒いの大きい声出すぞって。警察呼びますよ。いいんだぞこっちはって。嘘つくぞ私は。嘘もつくぞって最悪最悪立ち悪い酔っ払いじゃないか。ボイソルと簡単に打ち狂っちゃいけ言っちゃいけないね。まあね危険ですよ。じゃあね、はいはい、キリン君のねリクエストせっかくだからね、はい、大丈夫恥ずかしい恥ずかしい、せっかくなのでじゃあ杉原さんに、またかわいそうかわいそうだよ、うん、待ってね。私まだちょっと声出しが整ってないな。でも、ね、どうしよう、はいでいいよ、早くやりなさいよ。みんないるよ、みんな出てて、エンジニアさんまで出て。みんないなくなる。じゃあカバムシさん、はい、じゃあ、せっかくなんでね、キリンさんに、ああちょっと可愛い声絞り出せ、よし、はい、じゃあアンドラごめんね、あやねまこなに読んでいただきましょうか、はい、あやねまこです。じゃあ僕と杉原さんは横から、はい、そのあやねさんを見つめる方がいい。そうですね、さ私真ん中に座ってっから左右からなんだっていう。読んでるところを左右から見つめる方がいい。見つめる方がいい、あやちゃんよ、なるほど、こういう演技をなさるのね。声ガラガラだなって。よし、これはもういいですか、どうぞ。じゃあ明智キリン君からです。真面目にゆるい。お願いします。もうすっかり春だね、天気も良くてあったかいし、デートをしよっか。ほら手出して。もう照れないの、赤くなって可愛いんだから。大好きだよ。なんか言えよ。なんか言えよ。さあ言う、振ればいいのに。せっかく言うスモールなのに。そんな言わないの。そんな言わないの。恥ずかしい。ちなみになんか今。その携帯持ってました。今なんかすげえ可愛い人いたんですけど、どこ行っちゃったんですか。ちょっとごめんなさい。なんかちょっと。すげえ可愛い子の人いたと思うんですけど。針打ちに行ってる。今の女は針を打ちに行ったら。え、じゃあ、初めましてでしたよね、さっきの方。ちょっと今、ちょっとまた針行きましたね。喉使っちったっつって。やっぱ恥ずかしいっすか。恥ずかしい、ヒゴヒゴ恥ずかしくないのに。こういうのが恥ずかしくなっちゃって。こういうちょっとね、ちょっと青春っぽいの方が恥ずかしい。そう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 ね、かわいいなぁ。ありがとうございます。杉原さんも読んでいいですか。いいです。なんでなんで。いい。もしかしたら、ほら杉原さんのファンを増やしちゃうんですね。まあ可愛いんだから。もう一杯もう一杯。もっともっと。わあ、もう一杯無理です。こんな感じでいいでしょうか。恥ずかしくてよくわかること言ってしまう。はい、ということでいかがだったでしょうか皆様。よしよし。満足はしていただけましたでしょうか。していただけたら嬉しいですね。はい。しててくれ。はい。というわけでこのコーナーではリスナーの皆様から ASMR で私たちに表現してほしいセリフやシチュエーションを大募集します。はい、メーカー様、同人サークル様からの応募も大歓迎しております。新作のプロモーションにぜひどうぞ。はい、応募は番組ホームページの投稿フォームからお願いします。以上、お試し ASMR 体験会のコーナーでした。というわけでクロックアッププレゼンツ、耳垢じゃないよ耳垢だよ、クロックアップ ASMR コンテンツのラジオは耳ラジ、いかがでしたでしょうか。でしたでしょうか。楽しい空気だけ伝わったらいいなっていう。謙虚だな。ずっとお腹が痛いの、なんか笑いすぎて。あ、じゃあよかったよかった、そっち方面であればこっちで皮だけ楽しい。ゲラゲラゲラ、もう2時間いけるな。ただこれがね、音声として楽しいのが伝わるかどうかは別の話。ただただ私は楽しかったっていう。私も楽しかったって。はい、兄貴の方から告知は。はい、告知の方がですね、はい、もうさすがにもうメイドものは販売しとるだろうと。きっとね、メイビーね。
はい、ぜひご購入をお願いします。はい、現時点ではまだ売ってません。桃園さんで、はい、桃園かおるさん、タイトル何でしたっけ。タイトルはね、何だったっけな、長すぎて忘れちゃった。ダメだな、あったあった、あ、もう販売開始しておりますね。はい、耳元インゴたっぷりメイドさんと子作りレッスン、お、はい、楽しみである。はい、桃園さんがその筆下ろしから中出し腹ますまで徹底ご奉仕ですね。全部出ちゃってるから、メイドさん、ここが、ね、あとここの、あ、あとここ。あと辞書。あ、でもね、音声を聞いていただければ多分ちゃんとメイドさんだなってわかると思う。私はメイド。辞書やけおそらく DL サイトのホームページとかに、うんうん、作品ページとかに、そのワンクリックで、音声聞ける、サンプル聞けるのあるんで、いいっすな、もうそれ聞いていただけたら多分もう、あ、うん、もうそのままカートに入れるしかない。はいはい、なるほどなるほど、うん、みたいな。桃園さん間違いないし。はい、そんな感じでございます。はい、 あとはツイッター、はい、ツイッターのですね、はい、URL がですね、URL じゃユーザー名がですね、URL アット CLOCKUPOFFICIAL クロックアップオフィシャルで検索してフォローをお願いいたします。はい、イエス。で、まこちん。私です。そうですね。よし、よし。言いますよ。あやねです。はい。はい。そう、ひろしですみたいな言い方なんですか。急になんかみんなの終わりに向けてちょっと。あ、ちょっといろいろおかしくなってきている。ウィルプラス様で、抱きかの。はい。という作品に出演させていただきます。前回も言いました、笹本夏希ちゃん役で出演させていただきます。はい。じゃあ、名前を呼ばせていただくシステムがあるので、うんうん、ぜひ、みんなの名前を待ってるから、ね、予約してください。4月の23から6月の7日までです。はい。はい、までに予約をすれば、自分の名前を呼んでもらえるってこと。そうです。自分の名前じゃなくてもハンドルネームとかでもいいんですよね。でも呼べますよ。ご自身が好きな、めちゃめちゃ長かったら、私が、ってなりながら呼んでるんだろうなってことを、思わせてほしいが。勝手に省略とかはしないんですか。いや、しないでしょうね。ちょっと、意地悪魂、私が出すか出さないかしないかもしれないですけど。よしよしって言って。でもこれ予約した分の人数分読むってことでしょ。はい、そうなんです。すごく少なかったり多かったり、ね、すごい広志とかが被ればいいよね。10人ぐらい広志とか被ればね。たかし20人とかさ。でありえそうですけどね。うん、よくあるの。僕はそこで杉原祭りっていう名前で購入すると、はい、杉原祭りって呼ぶんで、あ、祭りさん送ってきたってなって、本人に送ってきましたって言ったら、いや送ってないってなって、ちょっと仲違いが発生するとか、そういうことは。なんで嘘つくんだろうって。ちょっとしたすれ違いが欲しいな。すれ違いが発生する。すれ違わないでしょうけどね。多分それ誰かだよ。ねえ、怖いっすねって言って。終わり終わり。で、6月の25日発売です。よろしくお願いします。はい、はい、よろしくお願いします。ちなみに、抱きかのって抱き枕に音声がついてる、はい。そうです、そうです。抱き枕ってサイズどれぐらいのやつなんですか。どれぐらいでも結構大きいと思いますよ。なんか160とかなんですか。もうちょっとあるじゃない、どうだろうか。よくある。いくらぐらいだったら160ぐらいでしょ、うん、なんか割かしあれ企画あるんですよ、この前調べたら。あ、そうなんですか。180とかで、あ、そっか、でも。結局余白のところとかあるじゃないですか。あ、そっか。で、女の子そのものが。女の子自体はその実際は160ぐらいとか。160の女の子ってそこそこでかいですよ。ね。スラッとしとるなって。私の女の子ちょっと ちっちゃかったんですよね。おっぱいはすごい、おっぱいはすごい、おっぱい。なんで2回言ったの。まあ大事なことだから、ね、まあほらおっぱい2つあるんでね。ああ、そうかそうか。おっぱいすごい、おっぱいすごいってすごいってな。じゃあ160センチぐらいか。はい、まあその辺詳細はホームページに多分書いてあると思う。ですね、しっかり。なんかこう YouTube で、YouTube? ちゃんと聞けるから、あ、日本とかサンプルは、そう、言葉を忘れた、何かダメだ、ロボットダメだ、人間怖くないっつって、悲しい化け物だ。以上です。はい、はい、というわけで、ホシラジでは皆様のメールをお待ちしております。はい、普通おたでは普通のお便り、お試し ASMR 体験会ではバイノーラルマイクで表現してほしいセリフシチュエーションなども大募集。あと新コーナーの企画もね。何かね、一言っとね、募集をね、ね、したいなって思ってます。なんか自分が言ったやつがね、反映されてずっとね、ね、やってもらえるってすごい嬉しいことだと思うんですけど ね、これ俺が考えたんだよっていう、まあ、そのね、嫌なのはそっと消すけどね、はい、もちろん。まあ、あとはそのなんていうかな、もうウェブラジオに特有のお悩み相談、はい
全然いいと思います。特にあの音声コンテンツも何も関係ない、ありでしょ、膨らみそうですけど、ね、そうなんて何相談するんですか、祭りのお悩み相談室うんうん自分が悪いって言って、わー全部反省させに行くな祭りに何でも聞いてちょうだい何でも聞いてちょうだいって言われには最後責めるんですよ私に言われても困るわって言って、あ嘘であれあそれはそれで面白そうだな面白い、ね、何相談するんだろうねみんな、何でしょう、会社の悩みとか恋愛でもいいし、そうそう、明日食べるものに悩んでますとか、あ明日カレーカレー3日持つよ、うん、カレーあ作るんだ、ね、自分 で、 です、ね、カレーシチュービーフシチュー、ね、なんか材料ほぼ一緒そして飽きたら肉じゃがよ材料ほぼ一緒むしろあのシチュービーフシチューカレーの順番だったらちょっとずつ足すだけでなんとかドロドロのドロ足すだけでなんとかなるドロドロちょっとデミグラス入れとけばあのシチューからあのビーフシチューになるよ、おいしいなそういう悩みでもいいんですもんね、じゃあそうしますかね今決まっちゃった、それでいいなと思うのは、うん、あの祭りのお悩み相談室なんで僕はあんま出なくていいっていうのは、いや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 、それは愛の手いるでしょ、愛の手いるでしょ、あ僕は女子ですかね、そうそうそうですよ、あなただったらどうするってどう思うって言って次の患者さんどうぞ、このようなご相談来ておりますかっこいいですねそういう感じ、そういう感じでね、兄貴が答えるっていう、でも全部相手責めるでしょ、こっちはあなたが悪いわっつってそれはちょっとねって俯瞰で見てみないのしんど今時カウンセラーでもそんなこと言わないからね寄り添ってやれって一切寄り添わないド M がねド M がね、ね、もう来ちゃうかな、かもしれないですよ、でもド M 精神攻撃あんま好きじゃないから、え肉体めんどくせえ奴らだな選んでんじゃねえよって僕に商談が来たら僕はもう男だったらちっこ一つで解決せんかい、いや、いい男かよ全部それはいそんな感じです、はい、そして、そしてエッチな音で行ってみようやってみよう美少女ゲームや音声作品に欠かせないエッチな、エッチじゃなくてもいいわ、音の作り方を覚え効果音も作れる美少女ゲーム声優&ディレクターを目指すコーナー、その他日本語で読めれば何でも OK、 投稿は番組ホームページ内にあるメールフォームからお願いします、お願いします、それでは大丈夫ですか大丈夫大丈夫、ちょっと見せますクロックアッププレゼンツ、耳垢じゃないよ耳山だよ、クロックアップ ASMR コンテンツのラジオは耳ラジは終了の時刻となりました。お相手はクロックアップの池田かなめと、パーソナリティ杉原まつり、そしてゲストはあやねまこでした、でお送りいたしました。次回もあと各週金曜日更新、5月28日更新予定でございます、はい、来週も多分来週次回ですね、次回もゲスト様をお呼びすると思いますので、また杉原さんが呼ぶんですか、あやねでーす、そうしたら察してほしいまた LINE 一つでね、あそうしたらもう次の収録ちょっと喋んない感じで二人に回してもらおうかな一応ねゲスト様の告知はね後日クロックアップ様のツイッターなどでお知らせしますのでチェックしてください、はい、情報があれば更新します、はい、ツイッターに情報がなければ知りません、 うーんそうですね、だって分かんないことは更新できないじゃんまあね、いい加減なことも言えないですよね5月28日合ってる、5月28日合ってるマジで、えここに来てる、いい加減なことは言えませんからねって言った直後のこれ合ってるか、ちょっと待って調べるよ、合ってる合ってるって、しばらく合ってた、よくやった、よかった、よかった、はい28日です、もうねゴールデンウィークがやってる場合じゃねえわっていうぐらい後だったわ、だってもう6月ですかね、そうですね、ジューンブライドが始まりますからね、あらでも始まらないんだよ私のブライド始まらないよそれは別にエンドーあーつらじゃあ締めましょう、はいあ締めようかなと思ったらこれ次のページなのね、そうです、はい、じゃあ今週はここまでということで、せーの、それじゃあ、またねー、今までそれじゃあなんて言ってなかったじゃん、だってそれじゃあって書いてある台本通り、申し訳ございませんはい、クロックアッププレゼンツ、あ違うこれ僕じゃないわ僕じゃないわ僕が台本守ってなかったわ、クロックアッププレゼンツ、耳垢じゃないよ耳垢だよ、クロックアッシュー、やばそうちょこれちゃったよやばいクロックアッキョーって言ったクロックアッ
プだから、うん、カエルさんにやるか。あー、そうしましょう。ブロックアッププレゼンツ、耳垢じゃないよ、耳垢だよ。ブロックアップ ASMR コンテンツのラジオは星ラジ、耳ラジ。もう一回いく？もう一回いこう。クロックアッププレゼンツ、耳垢じゃないよ、耳垢だよ。クロックアップ ASMR コンテンツのラジオは耳ラジ。この番組はクロックアップの提供でお送りしました。ありがとうございました。